呼んでもいないのになんで出てきたんだ。リムルよ、お主も大概ひどいな。これが何なんだ。最終巻はどこだ。パイとヤクモはどうなるのだ。ベルドナの名において寝てよし、最終巻を渡す前に一つ頼みがある。そこのミリムと少しの間遊んでやってくれ。おお、我が兄の一粒だねか。ミリムはクレイマンに操られているだけだから。操られ、いやリムルよ、頼んだぞ。俺は、俺はミリム、我と少し遊ぼうぞ。波動拳、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 昇竜拳からのハッドステップ逆。魔王を名乗るには弱すぎる。いけ、マリオネットダンス。本当に大したことがないようですね。マリオネットダンスは瞬時に回復してお前を狙うのだ。なぜ復活しない。シオンの持つ王たちはソウルイーターなんだ。珍しくないだろう。日向坂口も持ってたぜ。ならばその古尺の剣すらも私のコレクションに加えてやろう。私の部下として重宝してやろう。王さえも支配する究極の呪法だ。おい、これは何のつもりです。痛くも痒くもないが、もう少し待てばいいのですか。本当にくだらない。魔王を名乗るに値しません。この私に本気を出させたことを後悔させてやる。少しはマシになったみたいですね。見直しました。勝負あったな。リムル様、とどめを刺してもよろしいですか。ミリム、ミリムは何をしている。なんだ、何なのだ。友達だ、ベルトラだよ。かーねー。くれい、さっさと私に手を貸しなさい。この結界はギーが認めないと通れないのよ。ミリム、ミリムよ。この場にいる者全員を殺し尽くすのです。なんでそんなことをする必要があるのだ。リムルたちは友達なのだぞ。ミリム、お前操られていたんじゃ。見事に騙されてくれたようだな、リムルよ。我には一目瞭然だったぞ。ミリムに授かった支配の宝珠だ。私がこんなもので操られるわけがないであろう。あの方とは一体誰のことを言っておるのだ。お前最初から疑っていたってことか。おいおい、誰が死んだって。なんかラファエルさんが呆れているような気がする。あの部下たちが世話になった。それはいいって。そうか、フレイム、貴様も裏切っていたんだな。貴様ら許さん。あら、いつから私があなたの味方になったと勘違いしていたの。シオン、お任せを。あなたなら操られないと信じていたけど、ヒヤヒヤしたわよ。それよりもあれ、ちゃんと大切に持ってきてくれているんだろうな。これでしょ。これなのだ。うん、私のために怒っているのが分かって嬉しかったのだ。しかしてミリモが操られてないことも、はあ、気づいてたのね。ごめんね。ところでよミリム、お前さ、操られてなかったんだよな。ということはノリノリで俺をいたぶってくれたのかな。それはだな。ハリオ、そんな小さなことはどうでもよかろう。下手したら俺様も死ぬところだったんだぞ。まあまあ、三重市や国の皆さんも無事だし。おお、リムル。だから気にするなって。そのためにクレイマンの配下の魔人を労働力として捕らえさせたんだし、前より立派で快適な国を作ろうぜ。俺たちも手伝う。金もたんまりとクレイマンの宝物庫からいただいたしな。助かる、リムル。いや、リムルさん、今後獣王国は協力を惜しまないと誓うぜ。カザリーム様、このまま何もなさずに死ぬなど私が私自身を許せない。だからよこせ、この私に力を。魂をエネルギーに変換、受け皿としての肉体を分解。天は、まだ私を見放してはいなかった。
ではラファエルさんの計画通り、覚醒だと。ここは俺様の。いや、カリオンさん、こいつは俺が相手をするよ。負けるんじゃねえぞ。さあクレイマン、決着をつけようじゃないか。見よ、私は力を手に入れたぞ。